番です。1番です。こちら低滑車ですね。こちらは動滑車と呼びます。これいいですか？動滑車ね。これ低滑車ね。これ上下に動きません。低滑車。これは上下に動きます。この物体 C が上に上がれば、滑車が下に下がります。物体 C が落ちていけば、滑車が上に上がります。これ動滑車になります。から最初の問題は、ここを C は固定しています。ね。で、これとこれだけ離しました。はい、どんな運動しますか？どんな力が働きますか？っていう問題です。A、B、C を固定し、A と B だけ最初は支えてるんだけども、離しました。ね。というのが1番です。滑車 P、 P はこれ動滑車、 P と C を結ぶ糸の張力、糸の張力っていうんだから、この滑車をこう引っ張ってますよね、張力と、物体 A の加速度、当然上に上がりますよね、 A の加速度 A を求めなさいっていうを固定してますから、今動滑車ではありません。 P はね、動滑車ではありません。A と B を離して A が上に上がっていって B が下を押していきますが、その時の物体 A の加速度スモール a と動滑車を引っ張っている糸の張力 T を求めなさいという問題です。これは優しいな。これタイトル何ですか？タイトルは物体 A はどんな運動するの？真上に向かって加速する運動、等加速度直線運動ね、物体 B は下へ下へ加速していく等加速度直線運動、二物体直線運動ね、二物体が直線運動します。基本中の基本ね、の解き方はどうすんの？二物体直線運動の解き方はもう決まってるわけよ。ん？それぞれ、物体それぞれに運動方程式を立てます。二物体それぞれに運動方程式を作ります。A の方、運動方程式。B の方、運動方程式。ね、連立したら終わり。A と T が出ます。はい、やってみましょう。物体 A については、受けている力は重力 mg、 あと触っているものは糸です。ね、この糸はこの糸とは違うので s を置きましょうかね。ごめんなさいね、さっき t 使っちゃったから s を置きますね。終わりやな。で、上に上がっていくから上向きが x 座標になりますね。動いていく方向に座標を取ります。その座標の方向に加速度を置きます。これセットね。はい、運動方程式は m かける質量スモラージ m かける加速度は a と置きました、イコールプラス向きの力が張力 s とマイナス向きが重力 mg、 これが1番の式です。はい、物体 b についてはどんな力が働くかっていうと、大きな重力 3mg が働きます。あと触っているものは糸、糸は張力が s ですね、同じ糸ね、これは同じ糸です。S です。で、加速度は、まず動いていく方向は下向きになるので、下向きが X 座標。で、加速度は、A が加速していくスピードの増加度合いと具合と、B が下向きに加速していく加速度度合いは全く一緒。A で結構ですよね。こっちが加速大きくて、こっちがトロトロ加速しとったら糸が切れちゃいますよね。 B がトロトロ加速していて A がぐんぐん加速しとったら糸がたるんじゃいますよね。これ糸がたるまないっていう問題ですから、 A の加速と B の加速は一緒、質量 3m で加速は同じ A、 力は下向きがプラス 3mg、 上向きがマイナス s、 これ2番な。これ足してやると張力が消えて A だけの式になりますね、イコール 2mg
M と M が消えて、ゆえに A イコール2分の G ですが、になります。これをここに彫り込んでやると S が出てきます。